考えうる一番最悪のパターンを見せてしまったわ。待ってやめて。あ、デザートバナナマンにモンハンじゃん。ウソっぺ。え、かわいい。砂漠に咲く一輪の花ってことかな。さてと、ワンピソです。さあ行きましょう。絶対に怪しいもんこいつ。お前悪いやつだろ。お前らここまで来やがったのか。自白してきた。いや普通来るか。あ、お前れ、お前こいつ面白いぞ。こいつ何をブツブツ言ってんだ。こいつ面白いやつだぞ。私たちの顔を知ってるってことは、間違いなく水と食料を奪った砂の仲間みたいね。そういうことだよね。違う違う、俺あいつらの仲間なんかじゃ。え、違うの。いや言っても無駄だよな。いやこいつ待って、面白いぞ。なんか妙に物分かりがいいわね。物分かり良すぎるな。よし、じゃあお前らとりあえず戦うか。じゃないと俺も後でボスに怒られるしな。こいつ悪いやつじゃなさそうだな。結局戦うのかよ。いいツッコミ。ナイス。荷物返せ。お前勝つには勝ったけど、結局ここには水も食料もなさそう。じゃあ何のために勝ったの。おいお前、飯どこだ。うん、どこだ。俺がお前らに教えるわけが。教えてくれそう。いや話した方が身のためだよな。あ、これ以上痛めつけられたら大変だし。こいつマジで。こいつ意外と余裕あるな。こいつめっちゃいいやつじゃん。お前らの水と食料ならボスが西のアジトに運んだぜ。いや、じゃあ最初から戦うなよ。西、どういうことよ。あ、確かに私たちが追いかけてきた方向と真逆じゃない。お、なんでボスは途中で進路を変えたのか。めんどくさいことしてきたな。たまにお前らみたいに追っかけてくるやつがいるからな。こいつ全部話してくれるじゃん。俺たちがここら辺にいたのは、そういうことなんだ。まあおとりなんだ。やられた、完全にはめられた。まあはめられたな。ルフィ、みんな急いで西に行くわよ。行きましょう。結構あっちこっちに振り回されるわ。全然クロコダイルのとこ行ける気がないんだけど。間違いない、食料の匂いはやっぱり西の方だぞ。西ね、了解了解。チョッパーが行ってくるのは間違いないわ。何してんの。砂漠を眺めていると心が砂に洗われるようだぜ。そうか、俺も全くもって同感だ。そうか、何してんのこいつら。でそこになんかショップみたいのがあるから、そこで何か買えますか。この宝箱もらってもいいですか。いただいていきます。ありがとうございます。1万シンプル金、シンプル金ありがとう。井戸を復活させようと思ってるのがなかなか結果が出なくてよ。雨も降らねえし、本当に、まあこの時期のアラバサそうだよな。ダンスパウダーを使ってるって噂だが、おひでりが続くんだ。そりゃ使いたくもなるってもんだぜ。でもな、父さんも悪くないんだよ。大変なんだったな。水や食料分けてやりたかったんだ。まあまあいいよ、取り返すから。こういうことが起こるからみんなが攻めて、水には不自由しないように井戸復活させようとしてる。頑張って。めちゃめちゃ志いいわ。おじさん、湯葉出た。湯葉、あそこのオアシスはすっかり砂に埋もれてしまったが、トトおじさん今も諦めずに水を掘り返そうとしている。本当にすごいんだよ、トトさんは。私たちも3年前に埋もれてしまったここの井戸を復活する。なるほど、トトに憧れ、トトさんの意志はつながってんだな。この井戸はまだ生きてるなんてな。トトさんのこと好きすぎないこの人。トトさんの名言まで知ってるじゃん。だってセーブと回復がしたいんだけど、この調子で戦ったらちょっとやられそうなんだけど大丈夫かな。アイテムでエナジーアップルを。アニさん、この二人大丈夫。今回復しとくか。これでいいか。大丈夫だね。このぐらいだったらワンパンされることはないだろう。さあ、いますか敵。あら、減った。いや、そりゃ減るよな。相変わらず汗ボッタボタだ。この砂漠。ん？これ、ま、ちょ、待って。バナナワニじゃない？ちょっと待って。バナナワニって。いや、え、でも、え、砂族なんか関係あるのかな。バロックアクスの貝組織だったですよ。回復ポイントあんのかよ。アイテム使っちゃったよ。もうあるあるですよね、 RPG のね。
謎族が出るから気をつけた方が。もう水と食料奪われたって、それはなんというか災難だ。言うの遅いんだよ。早く言って、待ってよ。お嬢さん可愛くないですか？可愛い！可愛い。まあ、砂漠に咲く一輪の花ってことかな。さてと。おいおい、なんかやばそうな場所だな。うわ、びっくりした。びっくりさせるなよ。敵少ないから、シンプルに攻撃でいくか。あんま TP 使いすぎて、ボス戦で使えないとやだしな。やるわよ。この戦いはノー TP、 ノー TP マッチで行こう。ノー TP マッチで、ノー TP マッチでちょっとやられたらちょっとシャレならないんだが、ネットリ、やばい、死んじゃう。本当にゾロ助けてあげて。ごめん、 TP 使います。TP 使います。 TP 使います。待って、やめて。あ、あ、やっちまったー。ごめん、ノー TP とか言ってごめん、ウソップ。俺の変なこだわりのせいでごめん。戦闘不能になってくれば特定の料理で戦闘不能状態から回復。あ、料理なんだね。戦闘不能のままと終了となった場合は、HP1 の状態で回復。あ、そうなのか。なるほどね。プル全が戦闘不能となった場合、ゲームオーバーになりたい。あ、OK です。了解しました。あ、これか。バナナワニパイでいいのか。あ、こっちもあるけど。あれ、ゴールデンゼリーのが持ってるな。ストップ。うん。甘く見てると後悔するよ。ノーダウンでこのワンピースオデッセイクリアしたかったな。 TP 使った上にしかも死ぬっていう、もう一番最悪の結果、考えうる一番最悪のパターンを見せてしまったわ。え、あら、絶対いいやつやん、こんなとこあんの。行くか。まあこんなもんいらねえよっていうほどではない。おお前ら、あ、さっきのやついんな。ボス、え、うまくいきました、ね、お前ボスなの？演技力すごすぎるだろ。スナッファッハ、スナッファッハ、バカな連中だ。ナッファッハ、ちょっと今頃砂漠の東で途方に暮れてるだろうさ。おい、ザラーザ、やっぱお前悪いやつだなって思って正解だった。お前はさっきの忘れてたが、そういや言ったな、うん、どうやら砂族にさらわれたんじゃなかったみてえだな。どういうことだな。砂砂ちょ、待って、なんでここに。おかしいだ、おかしいだろ。砂とは言わんだろ。そう、一般人のふりをして私たちを油断させて。どういうことだね。水と食料を奪って、しょうもないことしてるわこいつ。と、砂なんか、だらなんだ、気になるな。笑い方とかリアクションが気になるな、こいつ。俺たちのもんだぜ。砂漠だよな、騙される方が悪いのさ。まあそうかもしれん、それは合ってるかもしれんけど。そんなの知るか。めっちゃキレてるじゃん。ボス、こいつらの相手は、うん、俺たちだけだ。諦めろ、出せ全部。スナッファッファ、分かってる、こういう時は用心棒の先生だ。お、というわけでお願いします。先生、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 誰だ先生。そんなキャラがいるってこと。おい見ろ、あそこ。何？あ、え？あ、バナナワニか。さっきチラ見えした、チラ見えしたバナナワニってこと？デザートバナナワニ、ちょっと別種なのかな。あら、ずいぶん変わった先生ね。確かに手名付けてるってこと？油断すんな、来るぞ。うん。モンハンじゃん。あ、やるか。見ろあれ、バナナワニが生えてるぞ。役だろ。本当だ。バナナだ。バカだな、よく見ろ。どっちでもいいんだってそれ。でもなんかこの本編でもやってたくだりを再現してくれるのめっちゃ嬉しいな。んー、こんなやりとり前にもしたような。しましたよ、2年前に。あんたたち真面目にやんなさいよ。すいません。ルフィ、食料を取り返すんじゃなかったの。取り返しましょう。おお、俺の名刺。手強い。俺たちのだろうってツッコミはもうやめたんだな、みんな。あ、オッケーオッケーオッケー。やっぱ相性大事だな。何、死んじゃう、死んじゃう、ナミさん死んじゃう、ナミさん死んじゃう。ブレットで行きましょう。いや、ちょっと効かな。ドロとルフィでバニを。まあ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 、こいつやろう。オッケー、なんかバトルルール、ゲームシステムをちょっとずつ、今更かよって感じかもしんないけど、ちょっとずつ理解できるようになってきたわ。いや、ちゃんと難しくなってきて楽しいな。ちゃんと難しいよ。
なんか今までちょっと割と前回のパートまでだいぶサクサクプレイだったけど、今回めちゃめちゃいいわ、楽しいわ。トレインタフルールフリップ、何が起きたんだい。え、でもこれでいけるか。あー、行きましょう。アームポイント、ただのパン、うん、効かない、全然効かない、ただのパンチだと。ナイス、いや、もうちょっとか。え、いや、ちょっと、あの地獄の2年間に比べたら些細なもんだ。気持ちよくない、気持ちよくない、ちょっと待って、気持ちよくないです。もうちょっと殴って倒したかったんだけどな。はい、先生倒しましたよ。もうお前には何もできないだろう。砂、そんな。だ、砂はおかしいね。先生がやられちまうなんて。なんだ、てめえは戦わねえのか。確かに。ボスなんだろ。勘弁してくれ。俺が砂族のボスをやってられたのは先生のおかげなんだ。え、このバナナワニを手なずけてたからボスだったの？それだってたまたま先生との交渉がうまくいったからで。交渉。俺には戦う力なんてこれっぽっちも。いいからお前、俺の水と飯返せ。どうだ、返せ。みんなの飯な。スナフェー、今スナフェー。こいつ面白いな、なんか可愛く見えてきたな、可愛く見えて。ああ、食料取り返しました。これでもういいですよね、うん、まあまあまあ、ほら奪ったものは全て返しましたし。いいけど、うん、よくないわ。あ、そっかそっか、そういう聞いてたの、確かに。確かに。そうでした、そうでした。ようやくレインベースか。でしたらここから砂漠の方へ戻っていただきますと、はい、さっき間違えていたところか。入り口がありましてですね、はいはい、こいつめっちゃ素直に喋るようになったな。まずそこを通って岩山を越えていただく必要がある。まだ結構ある。俺今日クロコダイルに会えると思ってたのに。そう、わかったわ。ボリュームエグいな、このゲーム。ウォーブリッジキャニオンを目指せばいいのね。はい、さようでございます。嘘だったらボコボコだぞ。それでは皆様、良い旅を。ちょっと待って。お、まだ何かご用で。うん、私たち。お、あんたたちに。いいぞいいぞ、ナミさん。をかけられたのに。やってやれやってやれ。このままお別れってのもなーと思って。うん、間違いない。と言いますと。いろいろ出すもんあるよな。たちが悪どいことをやって溜め込んだお宝を私たちに全部よく言ってるのよ。全部。そんなどうか。いや、でもそのぐらいしていいよな。だいぶ迷惑かけられたしな。これはしてもいい。あ、倒れた。彼、ショックのあまり気絶したわね。お宝ちゃんと吐いてってよ。まったく。よく。これで砂族のボスなんかやってられたわね、うん、間違いない。なんでみんなこいつについてったの。でもいいわ、ここは砂族のアジトだもの。 お宝の隠し場所もどうせこの辺に決まってた。探せばいいのか。さあ、早速探すわよ。私の目は絶対にごまかせないんだから。いいから、ボーンブリッジキャニオンを目指そうぜ。お宝も大事だけどな。宝も大事だわ。ん、え、何がフィールドに隠れてベリーを察知できる。何がベリーに気づいたらフル交代しみよう。はい、なるほど。あ、そういう特殊能力みたいなのがあるってこと。くびれえぐいな。何回見てもちょっとこのくびれになれないんだが。さあ行きましょう。あ、あるね、ベリーが。私のお金45,000円。でかーい、でかすぎる。これはありがとう。いいもんがあるじゃねえか。おお、あのカラフルなのはキノコ。ずいぶん大きいわね。これのことか。皆さん美人ですね。そこに吊り橋があったはずなのに、この間の砂嵐の影響で落ちてしまったみたい。どなたら治るのかしら。ちょっとフランキーいねえからな。ヒッヒッヒ。よいしょ。よし、行くぞ。ルフィじゃなかったら超えられなかったな。変わってるのね。今さら？リムちゃん今さらですか？どっち行けばいいんだ。あ、こっちか。あ、こっちか。あ、よかったよかった。先進めそう。ん？何これ？なんだこれ？リム？綺麗だな。確かにちょっと綺麗だけど。おい、不用意に近づくんじゃねえよ。ウソップ。危険なものだったらどうすんだ。近いぞ。やめろ。間に入るのやめろ。フラグだぞ。
ウソップ？ウソップが変な亀裂に吸い込まれた。何？ウソップ！ウソップ？どうなってるの？リム、早く説明。ヒスタリアに吸い込まれたの。ヒスタリア、何ですか？ヒスタリア？何ですかそれ？ええ、この割れ目はほつれた記憶が生んだもの。ほう、つまり？このメモリアは思い出の世界。でも記憶は曖昧なもの。そうだよね、ずっと言ってるね。だからどうしても歪みができて、このメモリアとは別のヒスタリアと呼ばれる空間が生成されてしまうの。へえ。じゃあウソップはそのヒスタリアってとこに出てこれるのかな。飲み込まれちまったってことか。ってことだね。おいリム、ウソップは無事なのか。うん、多分。多分。でも記憶のほつれに飲み込まれて戻ってきた人は誰もいないわ。まずくない？行くぞみんな、ウソップを取り戻しに。行くけどクロコダイルまだまだ先だわ。行きます。本当に行くの？私のヒスタリアがどんなところなのかはっきりしたことはわからない。戻ってこられる保証はないわよ。当たり前だ。ドン。ウソップは大事な仲間だ、必ず連れて戻ってくる。分かったわ。どうにかして記憶のほつれをほどき歪みを正すことができればヒスタリアから戻ることもできるかもしれない。希望はあるってことね。これも憶測だしな。それを達成した人はいないけど、達成するしかないな。十分よ。じゃあ記憶のほつれに触れてちょうだい。ほつれをほどく何らかの鍵がある。なんだ、中ボスみたいのがいるとかそういうことなのかな。どういうあれなんだろう。お願いしまーす。お願いいたしまーす。あ？ここがヒスタリアか？さっきいた場所と、ね、同じ場所に見えるけど。どこだ？ウソップ！どういう世界線なの？残念だけど、あなたたちは行けなかった、ね。行けなかった？あれ、あれ、え？リムちゃん？君も来たのか。どういうこと？いいえ、私は記憶のほつれに触れていないもん。あ、じゃあゾロとかだけ行ったってこと？あなたたちは別行動。ヒスタリアに行けなかったということ。行けなかったってどうして？確かにどうしてなの？どうやらヒスタリアに行けるのは選ばれた者だけ。ゾロとチョッパー、じゃゾロとチョッパーとロビンってことか。それって44で別れちゃったのか。みんな。あ、じゃあロビンいたわ。チョッパーとゾロがいないわ。チョッ、43か。リム、俺たちはどうやったら向こうに行けるんだ。うん、どうやって行けるの？記憶のほつれを通ってヒスタリアに行けたのは彼らの。ゾロがいるからあれだけど、なんかちょっと不安だな。救出は二人に任せるしかないみたい。なるほど。俺たちは信じて待つねって。なるほど、別行動とかもあるんだ。くそ、無事でいろよ、ウソッパー。やっぱこういう時大体ゾロは別行動になるよな。なるほど、こういうのもあんのか。わあ、ちょっと色味が。ヒスタリアか。他のみんなはどうしたんだ？記憶のほつれ感あるな。俺たちとは違う場所に現れたのか、こっちに来られなかったのか。っていうことだね。どうする？じっとしてる理由はねえだろ。行くぞ。行くけどゾロを先頭にしちゃダメだよ、チョッパー。君が先導して。おい、どこに行くんだよ、ゾロ。どこって、ウソップを探すに決まってんだろ。そりゃそうだな。それはそうだけど、一人で行こうとするなよ。お前だけだと迷子になるだろう。そうだね。それは間違いないね。え？迷子になるわけねえだろ。なんで自覚ないんだ、これだけ。どの口が言ってんだ。お前を探すのは、ウソップを探すより大変なんだからな。本当にそう。おい。おい、チョッパー。え、何？なんだ、どうかしたのか。いる？向こうで何か戦ってる。戦ってる？ウソップか？あ、この匂い。え、ウソップ一人戦ってんの？助けよう。ウソップが戦ってる。行くぞ。はい、行きます。何回目ば。あー、なるほど。こういう別れ方もするのね。めちゃくちゃ面白いじゃん。メモリアの中で歪みであろう。あ、はいはい。あ、じゃあ街中とかにも現れたりするんだ。んー。選ばれた者同士の絆が深まり、強力な攻撃を扱えるようになる。飛び出した記憶の残像がメモリアに現れる時がある。記憶のほつれを解消するための鍵なので、見つけた際には積極的に話しかけよう。この謎の人間がいたりするのか。
なるほど。妙にガランとしてやがる。出ますね。なんだ？何してる？君。何してんの？どうした？なんだ？こいつ、うん、頭の上に妙なもんつけてんな。つけてるね。なんだ？天使ではない。お前、怪我してるじゃねえか。どうしたんだ？うん、どうした？草の化け物にやられたんだ。草の化け物。あ、あの食虫植物みたいなやつか。草の化け物。母ちゃんの病気を治すために薬草を取りに来たら襲ってきて。頭のやつは何なんだ？じっとしてろ。今手当てしてやる。うん。それより長花の兄ちゃんを助けて。長花の兄ちゃん。僕を守るために向こうで戦ってくれてる。めちゃくちゃ震えてるじゃねえか、ウソップ。大丈夫か？長花のお兄ちゃん。ウソップだ。助けに行こう。行くぞ。はい、行きます。大した怪我じゃなくてよかった。うん。応急処置はしたからな。そうね。俺たちが戻ってくるまでじっとしてるんだぞ。はい。待ってろ。待ってろ子供。名前なんて言うんだ。じゃあ。ウソップ。今行くぞ。あ、いた。笑っちゃいけないけど、ウソップ2年間修行してきて強くなってたよな。